よいしょ。あー、背中にマッチョ。こんにちは、川美希です。もう亀みたい。バッグでかー。というわけで今日はですね、私ついに求めていたカメラバッグに出会うことができたので、こちらを紹介したいと思います。一応ね、カメラバッグ前も持ってたんですけど壊れちゃったんですよ。あと完全な私の求めてる形ではなかったかもってね思って探し求めていて、最近でヨドバシカメラでねこいつを見つけて買いました。エレコムのオフトとカメラバックパック上位モデル L サイズです。いやー、でかい。なんかね、これグッドデザイン賞らしいんですよ、2018年の。だけどなんかいっぱい詰め込んだらさ、グッドデザインが崩れてしまうぐらいのマジパンパンになってしまった。でもなんか可愛くない？デザイン結構ね、表面になんかポケットポケットって感じじゃなくて、こういうスルッとしたねシンプルなタイプが私好きで、で色もなんかこういうのって黒とかが多いんですけど、グレーの方がなんか軽く見えるっていうか、女性の服だったらなんかグレーの方が合うものが多い気がしてて、私はいつもねグレーを探すんですよ。というわけでどんなバッグなのか紹介したいと思います。このバッグね、値段は1万円ぐらいだったんですけど、今ねホームページ見たらブラック、グレー、ネイビーの3色が売ってました。でもこの中に私がロケで使う機材全部入ってます。すごい収まりよく入りました。まずここもう見えてるとこから行きたいと思うんだけど、三脚ホルダーです。三脚今までは別でね三脚用のバッグに入れて持ち歩いてたんだけど、もうこれここにくっつけられます。ちょっとね人に当たりそうで怖いんで結構気をつけて動かなきゃいけないなとは思うんですけど、でもまあ1個にまとまるんですごい楽ですよね。でじゃあね、カメラがどこにあるかっていうとここです。ここの持ち手の部分をシャッて下ろすとここがパカッと開いて、じゃーん、ここカメラのポーチが入ってます。で今抜き出そうとしてるけど、抜き出さなくてもここにねファスナーあるんで、こっから開けてそのまま取り出すこともできます。でちょっと出しちゃうね。中はねこれ青いの、黒のバッグもお店にあったけど、黒は中がオレンジでグレーは青でした。ネイビーはちょっとお店になかったんで見れなかったんですけど、よいしょ。この中にレンズとカメラとマイク全部入りました。この中の仕切りがベリベリになってて、こうやって取り外しができるので、自分の持ってる機材に合わせてこの中の仕切り広さを調節することができます。私今までがこのねマイリトルボックスで昔入ってたこの何パソコンとか入れたりするふかふかしたポーチみたいなのに全部こう突っ込んで入れてて、でまあこれでも全然平気だったんだけど、こんなに雑な扱いで大丈夫なのかなっていうのがここ最近ちょっと見直してて、レンズとかもね持ち歩くのになんかガチャガチャ持ち歩いて大丈夫かなって思ってたんで、もう単純にこの部分が欲しかったんですよ私は。だからここが単体で取り出せるってだけで結構私の中ではもうすでに満足度が高いんです。ちなみにここの横のポケットは反対側にもあって、よいしょ、こんな感じで左右どっちからでも取り出すことができます。で他のポケット、まずここ一番外側にあるちっちゃいポケット、まあ薄いんで私だったらハンカチとかティッシュとか入れますね。で次のちょっと広い平らなポケット、ここもね結構意外と広いんですよ。まあ、財布とかマスクケースとかを今はちょっと試しに入れてるところです。普通にノートとか入れてもいいと思います。そして次ここなんですけど、開けると結構大容量です。ガバッと、とりあえず普通にいつも使ってる化粧ポーチ入りました。でここねカメラポーチ入ってた分、こっから上半分しかないんですよ。で狭く感じるんだけど、じゃん、 500ml のペットボトル1本入りました。でここにもちっちゃいポケットがあるんで、ちょっとイヤホンとか入れてみました。でここもポケット、おやつ入ってますね。でさらにこの反対側、こちらもだいぶポケットが充実してるんで、ここにこまごましたモバイルバッテリーとか Wi-Fi、 あとここ開けたところにハードディスクとか、あと普通にパソコンのマウスとかも入っちゃいました。めちゃめちゃ入ります。これ中にポケットがたくさんあるんで、いちいちその機材のためのポーチを入れなくていいところがいいかな。普段のバッグだとこういうのをまとめてなんかのポーチに入れて持ち歩くことが多いんだけど、もうこれはポケットいっぱいあるんでここに直でどんどん入れちゃいます。あと私は多分使わないけど、ここになんか鍵とか付けられるフックついてますね。こっちのポケットのところにもついてます。でここが
ッチ入れる分ここ半分しかないって言ったじゃないですか。でもカメラを持ち歩かない日ってあるんですよ。そういう時はここの真ん中の仕切りをこう開けちゃって、よいしょ、じゃーん、わかるかな、これ貫通させてもうここを広々と使うことができるようになってます。これ結構便利。そしてさらにもう一個ポケットがあります。じゃーん、パパーン、ここ 15.6 インチのパソコン入るようになってます。素晴らしい。でさらにここにもポケットあるんで、私今ここにノート入れてるんですけど、まあ A4 のファイルの書類とかここに入れたりして使うことも多いです。で背中側なんですけど、これヤバくないですか、超シックスパックだから担いでるとね、マッチョのイケメンを担いでる気分になります。いかがですか。でここの紐なんだけど、ここがガラガラタイプのキャリーバッグの取っ手のこういうところに刺せるようになってるんで、このバッグプラスガラガラのキャリーバッグの時に荷物まとめられるのがめっちゃいいです。今度出張あるんでちょっとそれで行こうかなって思ってます。そしてここにね、取り外し可能のちっちゃいポーチがついてるの。ここに今はエアポッツ入れてみてるんだけど、例えばレンズキャップとか SD カードとかを入れるのにね、ちょっと入れたいって本当これ便利だと思う。よいしょー、あー背中にマッチョ。でこれがですね、前はここガチャンってはめられて、であとそうびっくりしたんだけど、ここにちっちゃいポケットがあるんですよ。でここにもなんかしまうのって思ったら、こっから出てきたの。反対側もほら、で腰のところにもガシッと固定できます。もうなんか古そうにすぎてすごくない、スカイダイビングなのかみたいな。すごいガッチリしてます。ちょっと三脚とか中身少し抜いたらデザイン最初見た時より可愛くなったでしょ。やっぱパンパンに入れるとねごついね。何どんなリュックでもごついんだわ。で最後に私驚いたのが、ここの底の部分、ここにファスナーがあって、えまだなんか入るのと思ったら、じゃーん、レインカバーついてました。こんな感じで雨の日も使えます。やったー。はい、というわけでこちらがね、私が今回購入してめちゃめちゃ気に入ってるカメラバッグです。なかなかやっぱね、こう機能的なのってたくさんあるんですけど、デザインも可愛いのってなくって、結構女の人でね、可愛いカメラバッグ探し困ってる人いるんじゃないかなとか思って動画にしていました。でちょっと興味本位でね、全部入れてどんくらい重さすんのかなって測ったら 7.5 キロありました。本当に重すぎだよね。 7.5 キロを背中につけて歩いてたら、そりゃ体痛めるわって思ったんで、ちょっとまあ全部を全部無理やり詰め込む必要もないと思うので、うまいことね手持ちと一緒にね調節しながら使っていければいいかなと思います。動画概要欄にリンク貼っておくので、気になった方はぜひ見てみてください。本当におすすめです。というわけで今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。普通にカバンの中身紹介の動画とかもアップしてるので、上のカードタップして見てみてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。